僕の名前は中込哲郎です。アメリカに来てからもう30年ぐらいになりますが、まあ、友達、周りの友達は僕の名前をテリーと呼ぶ人も多いです。まあ僕の自己紹介も含めて、まあ、どういう具合で僕がクリスチャンになったかをちょっと説明させていただきます。僕は山梨、日本の山梨県に生まれて、それから19歳まで日本に生活してたわけです。そして19歳の時にアメリカ、アメリカのモンタナに来て、まあ、学生をそこで4年してたわけですね。その後4年した後に一度日本に戻って、それで1年ぐらい日本にいたんですが、その後またアメリカ、シカゴの方に戻ってきたんです。その時に、まあ、今の妻であるシェリーと結婚して、大学院にシカゴの方でしばらくいて、そしてまたその後シカゴの方の企業にですね、アメリカの企業に1987年ですか、その当時に、まあ、仕事を始めたわけです。まあ、その時は、まあそうですね、みんな仕事の方もうまくいってたし、子供も1990年に生まれて、すべて順調にいってたわけですよね。でも、まあ一つ足りない、何か一つゴールというものが足りなかったわけです。まあ自分自身、給料の方も良かったですし、家族もみんな生活も良かったですし、まあ、何っていうことも苦労もなかったんですが、自分の人生に何かゴール一つ何か足りないっていうのを感じ出したんですよね、その当時で。それからですね、まあその同じ頃、うちの妻シェリーがですね、まあ、地元の教会に、まあ、行き出したんですよ。でそれから1週間2週間してですか、彼女は僕に言うんですよ。その教会に日本人の明日になりたいっていう、牧師になりたいっていう人がいる。だから、教会に来て挨拶をしたらどうかと、まあ、そういう話があったわけですよ。まあ、それで、まあ日本人の人はあまりその当時知りませんでしたから、まあ、顔を出す、紹介するっていう意味で、一度教会の方に行ったんですよ。でそしてその時、まあ、彼が日本から来て、シカゴのトリニティ大学ですね、そこで、牧師になる勉強をしているということを聞きまして、まあ、それからしばらく1週間一度、あるいは2週間に1度ぐらいの割合で、付き合いをさせていただくことになったんです。まあ、その彼が、まあ、ある夏ですね、僕の家に来て、中野さん、聖書を勉強しませんかっていうわけですよ。聖書を勉強するっていう言葉はですね、全く僕は聞いたこともなかったし、そういうことってあるのかなっていう不思議なぐらいだったんですよ。まあ、それで、まあ、彼が、まあ、強く押すんで、まあ、じゃあやってみましょうかっていうことで、それでバイブスタディ、まあ、聖書の勉強を始めたわけですよね。でその当時ですね、僕も全然知りませんでしたから、その彼が日本語のバイブを僕にくれましたね。それを一緒に勉強したわけです。で勉強したのはヨハネの福音書ですね。それを勉強し始めたわけです。でそしてもうそうですね、3週間4週間ぐらいですか。その時に彼が僕に聞くわけですよね。どうですか、中尾さん。聖書ってわかりますか。イエスを心の中に受け止めますか、クリスチャンになりますかって、そういう質問をしてくれたんですよ。まあ、その時にですね、一番僕が聖書読んでて本当によく分かったんですが、一つ引っかかってたのは、その聖書っていうのはどれだけ真実性があるのか、どこまで正しいのか、それが一つ僕の疑問にあったわけですよ。でそれをその彼に、そのどうしてバイブル、聖書ですね、まあ、どうしてそこまで信じられるのかっていうことを尋ねたわけです。で彼曰く、これはこの聖書っていうのは2000年ぐらい前から、まあ、書かれ出したわけですね、まあ、新約聖書っていうのがですね、2000年前から出たわけですけど、それを旧聖書も含めて、まあ、いろいろな
たくさんの量があるわけです。それをまあ何十国っていういろいろな言葉に訳して、それも2000年から今までのそれぞれの時を経てですね、で今まで全然その食い違いがない、聖書に食い違いが今までないっていうことなんですよ。信じられますか、この雑誌本どんな具合どんなものでもですよね、40カ国40カ国語あるいはもっとたくさんの国の言葉に、その長い年数ですよ、2000年以上の年数で書き換えられたものって絶対にミスがありますよね。普通はでそういったミスっていうのはバイブルにはないんですよ、ね、バイブル聖書にはないんですよ。でそれをこう僕はその彼から聞いた時にですね、これは神様の言葉しかない、それとしか説明がつかないって僕は思ったんですよ。それまたもう一つ彼が言うのにはですね、まあ聖書の話っていうのはいろいろありますよね。例えばヨハネの福音書なんかにはこれ女性がたくさん出てきます。で女性のそのシーンっていうのはたまにそのメジャーなたくさんが大切な言葉、大切な物語として含まれてますよね。その当時 その背景を見てみると、その男性社会ですから、女性がその物語に出てくるっていうことはもし作り回しでしたらそういうのはないわけですよね普通は。でもたくさんの女性がヨハネあるいは他の福音あるいは他の、聖書の話にも出てきます。で重要な役割をしてますよね。でそういうのって作り回しだったら多分ないと思うんですよ、まあ、それも、まあ、確かに納得の部分ですよね。でそれもう一つ彼が言うのに、聖書を普及するのにたくさんの人が命を懸けていろいろな国に行ったり、そしてまたいろいろな、犠牲を払っていくわけですよ。でそういうのってやっぱり心から信じてないとダメだけどできませんよね。でそういうのをさ、そのなんていうんですか、作り話だと言っていろいろな場所に行って命をかけるっていうのはちょっと信じられないんですよね。でその3つの点ですね、この彼が言うわけですよね。でそうやって本当に僕にはその3つだけでもうバイブルが聖書が正しいなっていうのをすぐ分かったんですよ。で一度聖書が正しいなっていうのが分かると、聖書に書いてある全てのことがだんだん分かってくるわけですよね。まあ、そういったそのことを彼が説明してくれて、その後に僕はイエス・キリストを心の中に受け入れてクリスチャンになったんです。まあ、今もう一つもうしばらくしても聖書のことを説明させていただきたいんですが、これ同じような僕と同じような経験をしてもらいたい、そういう意味でちょっと喋らせていただきます。まあ、30年アメリカにいるんで日本語の方がちょっと滑らかに出てこないところもあると思いますが、その辺はお許しください。聖書の中にですね、ローマ人への手紙っていうのがあるんですよ。その3章の23節にこう神様に言ってます。すべての人が罪を犯し神の栄誉を受けることができないっていうことですよね。というのは人間生まれてきて生まれた時点でもう罪を持っている。ちょっと普通に聞くとなんか不思議ですよね。みんな生まれてきたのに何も悪いことをしないのに、なんで私は罪人なって言われるのかなっていうことを感じますよね。でも今考えてみてください。例えば子供2歳3歳の子供がですよ、何も周りの人から教えられなくても何かが欲しいために嘘を言ったりとかいろいろいたずらしますよね。そういったことって神様の目から見れば純粋じゃないわけですね。罪人と言えるんですよ。っていうことはですよ、何も悪いことを教えなくても子供、人間っていうのはもう罪、悪い性質を含めて生まれてきてるんだって、そういうことですよね。でその後同じローマ人の本の中で6章の23節にですね、こう言ってます。罪からの報酬は死に当たる。
でも神からの贈り物は永遠の命であると、そう言ってます。これはですね、肉体的な死っていうよりも、精神的なスピリチュアル的な死ですよね。精神的なもの死ですよね、人間誰でも肉体的には死にますが、その後じゃあその魂っていうのはどこに行くかっていうことなんですね。神様を、イエス・キリストを心の中に受け取っているならば、その魂はその後天国にですね、神様と一緒に永遠の命をそこで過ごすことができる、そういうことをそのローマの6章の23節では言っています。でそのヨハネ、今ここで言ってるローマ人あるいはヨハネっていうのはみんな旧約聖書って言って、イエス・キリストが生まれてからの、話なんですけど、その一つにヨハネっていう、今さっきも話したかもしれませんが、福音書があります。そのヨハネの3章の5節で、このイエス・キリストはこう言ってるんですね。人は生まれ変わらなければ神様の国に行けない、人は生まれ変わらなければ神様の国に元に行けないっていうことは、で普通もう生まれてきたんだからもう生まれ変わるってどういう意味なのかなっていう不思議なことが出てきますね。実際にですね、その会話の中でニコダマスっていう宗教の先生ですね、先生が同じことをイエス様に聞いたわけです。私生まれてきて今もう年を取って、こうやって今から生まれ変わるっていうのはどういう意味なのか、そういうことを聞いたわけですね。だからこの不思議なことではないんです。でもその人は生まれ変わらなければいけないっていうことはどういう意味なのか、それをそのヨハネの3章3節で説明しています。もう一つはですね、じゃあどういうふうに生まれ変わればいいのかってことが疑問に上がりますよね。これはヨハネの14章の6節にこう言っています。イエス・キリストは道であり真理であり命である、イエス・キリストを通さなければ天国には行けない、そういうことを言っています。これは言葉の通り理解していただくと思うんですが、イエス・キリストを通さないと天国には行けないっていうことを言ってるんですね。少し何ですか、メンバーシップ的な会員的な面もなきにしもあらずなんですが、それが聖書がそう言ってるわけですから、聖書が正しいと信じた時点でそのイエス・キリストがこう言ってるってことを頭に入れていただけると納得していただけると思うんですが、イエス・キリストでないと天国に行けない、他のものならを通しては天国に行けないってことですよね。山が例えば富士山なら、そういう富士山の頂上に着くのにはいろいろな道があります。でもいろいろな道を使っていくことができないわけですよ、天国は。イエス・キリストを通さなければいけないっていうことですね。じゃあではイエス・キリストの通していくっていう、天国に行くっていうことはどういうことなのか、それはローマ人の10章9節10節に書いてあるんですが、そこではこう言ってます。口でイエス様を主と告白し、そして神様はイエス様は神様であるということを納得した時点で、あなたは人々は天国にその時点で行けると、そういうことを言ってます。ということはですね、単にイエス・キリスト何の仕事をするわけでもなく、イエス・キリストを心の中から信じて、そして口でそれを告白するってことですよね。そうするとその時点でみんな、その時点で皆さんクリスチャンになるわけです。でそんなに簡単になるものなのかなってちょっと思いますよね。でもやっぱりバイブにこう書いてあります。ヨハネの黙示録の3章20節ですね、こう言ってます。誰でもイエスの声を聞いて受け入れるならば、神様はあなたを受け入れてくれると、そう言ってます。言うならば、もしあなたが神様を探してイエス・キリストを
求めるならばイエス・キリストはそれを拒否することは絶対ない、そう言っています。で、まあ、これまでここまでが僕の、話なんですが、もしこの話を聞いてですね、興味がある人、あるいは自分もイエス・キリストをイエス・キリストに従いたいとそう思う人があるならば、ライフウェイチャーチ、フェデラルウェイのライフウェイチャーチに来ていただけると、そこでたくさんの人々が皆さんを温かく受け入れてくれて、説明も詳しくしていただけると思います。それではどうもありがとうございました。